佐藤美希浦和子です。よいしょっせー、マシボよ、逃がさんぞ。これはマジ、私ピーちゃんがいるのね。今ワンちゃんが毎日お散歩してんだよ。おじいちゃんおばあちゃんとかがこう通り過ぎた時よく話しかけてもらえるわけよ。あら可愛いわね、何歳なの、そんな感じで話しかけてもらえるので、その日もね普通にピーちゃんお散歩してたわけ。したらなんかブルブルブルみたいな感じでバイクの音がしたわけよ。住宅街だったんだけど、私はこっち方向に進んでてブルブルンってバイク乗った人がね向こうからこう来たわけよ。ここら辺でそのバイクの人がね U ターンしたわけよ。ゆっくり U ターンして、でそのまま手伸ばしてきたから、フィーチャー触るのかな、はいこんにちはみたいな感じで、とそのまま私の手にパーン、こっちかー、私の胸触ってきたら、はいみたいな、そのままブルンブルンブルンみたいな感じでいっちゃったわけよ。でももうしばらく硬直状態よね。はい、何今の、はこれ、おいと思って、めちゃくちゃ怒り浸透みたいな感じで、家帰って速攻ママに言って、したらもう警察が来てさ、家に。でも私その時一人だったんだけど、隣の男の子と仲良しだとか、その男の子がね、家にちょうど来てくれてたから、もう一緒に警察待ってて、で、男が大丈夫みたいな、慰めてくれてめっちゃ嬉しかった。こうやって待ってたら、警察の人が来て、あ、こんにちはみたいな感じで、男の人二人来たのね。で、こんにちは、こんにちはみたいになって、で、その後ママとかも来てちょうど。あともうパパがさ、なんでナンバー見なかったろって言われて、そこ？確かに来るバイクのナンバー見えたけど、それどころじゃないわけよ。ナンバー確かに私も見とけよかったと思って。それが本当に私の一番の失点です。で、警察の方に、どんなバイクだったとか、ね、いろいろ聞かれるんだけど、もう、マジでキャップも被ってて、あんまね、見えてなかったのね。真っ昼間だよ。白昼堂々と。で、どんな感じだったかなと思って、黒いバイクで、みたいな。そのなんか男の人二人来たのはなんでかなと思ったんだけど、その男の人一人が犯人役で、もう一人の人が私役で、なんかどういう風にどっちの手で触られたのかとか、なんかどっちから来てこう行ったのかって、まあ、それで終わって現場まで行って、ここですここですみたいな。犯行現場、あ、ここですねみたいな感じでメモして、その後犯人は捕まったのかわからない。いや捕まってないね絶対ね。次はもう絶対ナンバー見とくかんな。マジでそれからというものをバイクとかなんかそういうのブルルンって言ったら、もうマジでナンバーをチェックする癖がついちゃって、もう絶対次ナンバー見てやるからだと思って、本当にまさかそんなことがあるんだなと思ったよ。本当にもう怒り浸透です。そんなさ、バイクに乗った超いかつい男の人がね、飼い主に危害を加えて、もう飼い主が、ヒーみたいになってる。飼い犬だったらさ、わーってさ、飛びついて噛みついてもいいぐらいだ、もう番犬として。牛のピーちゃんどうだったかっていうと、